まあ京都での話がもう表に出てるんだったら、あれですけど、まあ、誤解がないように、まあ、先方もねいろんな言い分あるでしょうから、まあ、ただ誤解がないようにやっぱり僕もちょっと一言言わさせてもらうと、先ほども言いました通りね、あれ京都で、大倉だったっけな、どこだったかな、松野さんと松井さんと松井知事と松野幹事長と僕、ここは平沼先生、園田先生、藤井先生、片山先生もいらっしゃったかな、石原代表の、ある意味仲介で、京都で集まりましたよ。合流するかどうかっていう話がこうわーっとこう盛り上がってきた時で、確かにねそこで言いましたよ、石原さん以外、石原さんと僕は一緒にやりたいんで石原さん以外とはやりたくないと、その他もいろんなこと言いました。まあ僕一人が行って、多分あれ石原さんが抑えてたんでしょうね、もう何も言うなと。でもまあ後でね、まあ飲んだ席なんかでは橋本君と、まあそうだけどあれは言い過ぎだなと、で平沼君も本当によく耐えたって、まあそれぐらい僕言い過ぎ言ってますよ。まあそれはもう松井さんも松野さんも同席だったんでね。でもそれはまあ、そこもちょっと石原さんにうまく伝わってないのかもわからないですけど、これ 何度か執行役員会議とか石原さんにでも石原さんには言ってるんですけども、僕は先にそれは喧嘩売られたんでね、東京サイドの方からこれは記事にも出てるけれども、先に橋本なんかとそんなんやったってみたいな話がワンワン出たんでね、石原さんの周辺から、そんなこと言われてまでやりたくないですよってことをやっぱりそれはしっかり言っておかなきゃいけないんでね。それで、まあ、石原さんも橋本君もいろいろ思うところはあるだろうけども、まあ、1回、会って、まず言ってくれと、まあ、そこは石原さんが本当に調整役をやってくれました。で、まあ、その際平沼さんも藤井さんも、まあ、ちょっと出席者忘れちゃったんですけど、まあ、平沼さんとか、まあ、藤井さんはいらっしゃったと思うんですけど、誰一人僕に対して反論せずに、まあ、とにかく黙って飲み込んでくださったというところで、僕は全部水に流れたもんだと思って、まあ酔った席では茶化して石原さんなんかにもよくあれは言い過ぎだったなとか、平沼君が本当によく我慢したよなんて、もうそういう話は飲んだ席ではありましたけども、まあ僕は正直そこは引きずってないと思ってましたんでね。で僕は一切それ以降平沼さんはじめ藤井さんに対してね、何か批判的な、まあ悪口はもうもちろんそうですけども、批判的なことも言ったつもりもないし、まあちょっとそこでもしきしみがずっとしこりが残ってたっていうんであれば、僕の認識の甘かったところもあるかも分かりませんね。まあ、でも石原さんもどう思われてるかも分かりませんが、僕は石原さんのことはやっぱり好きですしね、夜なんかでも電話して、まあ石原さんも覚えてるかどうか分かりませんけども、ちょっと一回寝転がりながらでも酒でも飲みたいななんて話を、まあ、してくれて、まあ、それが実現できなかったことは残念ですけども、まあ、なかなか政治っていうのは個人の人間関係だけではうまくいかないなというのを思いますけども、まあ、お互い日本のために一生懸命頑張っていこうということを誓い合いましたので、まあ、できる限りのことはやっていきたいと思っています。あ、もう一点だけ、石原さんとこうなることがこうなるんであれば東国原さんは出ていかなかったと思うんですが、東国原さんに何か言うことありますか？それはもう知りません、わかりません。